baby bus. Hi. ここ登録してね。おいしいものをたくさん作ったよ。一緒に食べよう。なんで食べないの？具合が悪いの？待ってて、お医者さんを呼んでくるわ。白い服着てお医者さんに変身、救急箱持って聴診器つけて、どこが悪いかな、私に任せて。お待たせ。白い服着てお医者さんに変身、体温計で体温を測る、熱があるかな、あら熱があるね。白い服着てお医者さんに変身、薬をどうぞ、苦くても我慢、薬を飲めばあとっても良くなった。もう遊んでもいいよ。お医者さんを呼んでくるわ。ミミ、ちょっと待って。白い服着てお医者さんに変身、救急箱持って聴診器つけて、怪我したのは誰、私に任せて。お願いします。白い服着てお医者さんに変身、ミミ。私はミミじゃありません。お医者さんって呼んでください。わかりました、お医者さん。はいはい。お化けだぞ。そしてみんなお化けに捕まったとさ。その後はどうなったの？お話はおしまい。どうしたんだい？あーパパパパ、大好きなパパ、怖いよ怖いよ、変な声、あれは何、怖いお化けかな。へいぼやぼや、怖がらないで、パパがいるから。見てごらん、これは何かな、小鳥さんだったのか。
これをティミーのそばに置いておくね。これなら怖くないでしょ。うん、怖くない。お友達が出てきたらティミーが入る番よ。中で何が起きてるのかな。ママ、僕怖いよ。ティミー、心配しないで。健康診断は全然怖くないわ。さあ、私たちの番よ。はじめまして。はじめまして。僕は聴診器だよ。君の心臓の音を聞いてあげるね。面白いでしょ。うん、面白い。さあ、もう一度聞いてみようね。ちびっこ医者、聴診器で、ドクンドクン聞いてみよう。心臓がダンス、ちびっこ医者、聴診器で、ドクンドクン聞いてみよう。絶圧心っていうの。ちびっこ医者、いいですか、お口を大きく開けてみて、ちびっこ医者、いいですか、お口の中はもったいなし。あはははは。うん、喉も問題ないわ。うん、よし、検査は終わりだよ。とっても健康だよ。ありがとうございます、先生。もう、検査終わったの？終わるよ。へえ、健康診断って全然痛くないし、面白いね。ママ、ママ、次の健康診断はいつあるの？すっごく面白いね。他のやつ乗りに行こう。いいよ。よいしょ。キキビュービュー。アクション。みんな一緒に滑り台に乗ろう。いいよ。でもくしゃみを人に向けてするのは良くないな。そうかな。お行儀悪いわよ。それじゃあどうすればいいの？つるつる鼻水出したらいいかな。ゴシゴシ手で拭いたらダメよ。つるつる鼻水出したらいいかな。ティッシュでかもう。お行儀よくね。みんなお行儀よくティッシュで鼻水かもう。拭いたらゴミ箱へ。うん、よくできました。みんなお行儀よくティッシュで鼻水かもう。拭いたらゴミ箱へ。うん、よくできました。アクション。アクション。くしゃみが出るときはどうすればいいかな。アクション。くしゃみどうしたらいいかな。むずむずくしゃみ人に向けちゃダメよ。くしゃみどうしたらいいかな。両手でふさいでお行儀よくね。アクション。
みんな、くしゃみするときはお口を両手で塞いでやろうね。鼻水が出るときはちゃんとティッシュで噛もうね。みんな、一緒に泳ぎよくね。食べちゃったし。やった助かった。食べ物が来たぞ。俺様はバイキン、キャンディ大好き。1個2個3個4個全部食べる。一番怖いのは歯ブラシ。大きな歯ブラシやってきた。早く逃げよう。オレ様はバイキン。一番怖いのは歯ブラシ。あっちもこっちも泡だらけ。早く逃げよう。学校で予防接種するんだって。注射だって。キキどうしたの？キキ早く行こう、遅刻しちゃうよ。注射嫌いなのに。あ、痛たた、頭が痛い。頭が痛いですって。病院に行かなきゃ。救急車呼んでくる。いや、うちにいるからいいよ。平気だってば。やばい。キキ、頭が痛いんですって。熱は？体温を測りましょう。どうしよう、どうしたらいい？看護師さんに仮病がバレたら。あ、いい手がある。体温を測りますよ。見て、39度も熱がある。仮病だってバレないよな。口で熱を測る体温計だから、じっと口にくわえててね。あーして、もう一度測り直し。平熱ね、熱はないわ。どうしよう、他の方法を探さなきゃ。そうだ。先生、先生、喉が痛いんです。喉を見てみましょう。今度は仮病だって絶対にバレないぞ。さあ、う
喉が痛いからお水を飲んでね。水、いや、僕、我慢できない、お水ちょうだい。喉も異常なしね、炎症もないし。お腹が痛いよ。大丈夫そうだけど、うん、待ってて、聴診器持ってくるから。あら、お腹がどうしてこんなに大きくなったの？早く先生を呼んでくるわね。仮病だとは思わないだろう。ん？お腹がどうしてこんなに大きくなったんだ？10分後に手術をしよう。手術だって？どうしよう。手術の準備をしよう。大変だ、どうしよう。ダメ、早く逃げなきゃ。みんな外にいる。そうだ、窓だ。いい方法がある。どこ行ったの？キッキ、そこで何してるの？ミュミュ、早く逃げよ。ダメ、手術しなきゃ。本当は注射が嫌で痛いふりしてたんだ。仮病だったの？遅刻しちゃうから早く行こう。ダメだよ。予防注射はしなきゃいけないんだね。さあ、行くぞ。